中国不是韩籍，中国不是韩籍，中国不是韩籍。内藤証券中国株情報。皆さんこんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。この放送は東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110からの生放送でお送りします。そして今日も内藤証券中国部の千原康弘さんと一緒に番組を進めてまいります。千原さん本日もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では先週から今週にかけての中国株式市場の動きを振り返ります。まずは本土市場上海総合指数です。中国本土市場は10月1日から国慶節連休の休場で10日月曜日に売買を再開いたしています。休場明けの上海総合指数9月30日金曜日の終値 304.703 ポイントから11日火曜日の終値は 3065.25 ポイントで 2.0% の上昇でした。代わって香港のハンセン指数です。こちらは10日のみが休場で、10月4日火曜日の終値 23,689.44 ポイントから昨日11日の終値は 3,549.52 ポイントへ、こちらは 0.6% の下落となりました。ではこの動きについて解説をお願いいたします。はい、ですね、連休明けの上海市場ですね、続伸しましたね。はい、連休前から数えますと、上海総合指数は4日続伸となってます。はい、中国共産党のですね、中央委員会第6回会ですね、6中全会っていうんですが、これが10月の24日から27日の日程で開かれることから、まあ、政策期待のですね、会が入ったようですね。はい、また連休中にですね、住宅購入規制が相次いで発表されまして、投資マネーがですね、不動産から株式市場へとシフトしてくるのではないかという期待感も高まりましたね。はい、で続いて香港市場なんですが、こちらですね、上海からの不動ホンドマネーがですね、その連休中は止まりまして、それで薄商いが続きましたね。はい、こうした中、ハンセン指数は6日木曜日で4日続伸でした。この本土系の不動産株がですね、規制強化を受けて軟調でしたが、はい、まあ、カジノ株とかですね、石油株が堅調でしたね。で、まあ、その後はですね、利益確定売りに押されまして、昨日まで続落だったですね。はい、わかりました。ここまでは香港市場、そして本土市場の動きをまとめてお伝えいたしました。冒頭でハンセン指数11日の終値 3549.52 とお伝えしましたが、詳しくは 23549.52 の間違いでした。失礼いたしました。ではこの後は知って得する情報コーナーです。内藤证券中国股市行情。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げています。さあ、千原さん、今週の話題をお願いします。はい、今回はですね、今月6日に香港メインボードに上場した本間ゴルフについて話をしたいと思います。はい、お願いいたします。はい、ゴルフが好きな方はすでにご存知と思うのですが、そうでしょうね。はい、本間ゴルフは高級ゴルフクラブを中心としたゴルフ用品メーカーですね。はい、2015年からはアコーディアゴルフとですね、共同で、まあ、男子プロゴルフトーナメントとのフォーマーツアー、はい、ツアーワールドカップですね、はい、を開催するなど、まあ、ブランドの認知度の向上にも努めてますね。はい、まあ、香港市場にはパチンコボール経営のダイナムジャパン、そしてイラク GC が上場していますが、はい、今回の本間ゴルフの上場で日本企業の香港上場は3社目ということになるんでしょうかね。まあ、確かにですね、本間ゴルフは3社目の香港上場、日本企業のように見えるんですが、はい、実はちょっと違うんですね。あら、違うんですか。はい、ダイナムジャパンやイラク GC は日本で会社登録した純然たる日本企業ですが、今回上場した本間ゴルフはですね、日本企業ではないんですね。違うんですね。はい、こちらの方をご覧ください。はい、香港に上場した本間ゴルフはケイマン諸島の会社です。でこの図のですね、向かって左側が香港に上場した本間ゴルフで、右側が日本の本間ゴルフの説明なんですが、はい、まず一番上の漢字社名を見ますと、はい、香港に上場した本間ゴルフは、まあ、中国語で、はい、日本の本間ゴルフは、まあ、日本語ですね。まあ、こうした違いがあるのと、はい、英語の社名を見ますと赤い部分がちょっと違いますね。はい、香港に上場したのはリミテッド
だけでして、日本の本間ゴルフはカンパニーリミテッドという違いがあります。まあ、このようにですね、日本で見かける本間ゴルフとは別の会社なんですね。では香港に上場した本間ゴルフは日本企業と似たような名前をした偽物というよりはなんか違う会社なんでしょうか。まあ、偽物の会社ではないんですけどね、はい。まあ、ちょっとそこでですね、まずはその本間ゴルフの歴史を振り返ってみたいと思います。はい、お願いします。はい、こちらにまとめてみました。本間ゴルフの起源はですね、1958年に横浜市鶴見区に開業したゴルフ練習場にあるんですね。はい。で、1959年に会社組織化されまして、まあ、1963年からゴルフクラブの製造を始めました。はい。で、1973年にはですね、日本で初めてカーボンシャフトクラブを発売しまして、まあ、1978年からは自社製造も始めて会社も株式会社化したんですね。はい。で、山形県の酒田市に大規模なゴルフクラブ工場を建設しまして、製造から販売の一貫体制を構築しています。はい。で、1995年には株式を店頭公開しまして、そのまま2004年にジャスダックに上場しました。はい。で、まあ、本間ゴルフはですね、木製のウッドがこう強みだったんですが、まあ、金属製のウッドがこう中心の時代がこう到来しますと、この流れに乗り遅れるような形となってしまったんですね。で、またバブル期にですね、ゴルフ場への投資などを拡大したことも裏目に出ました。はい。バブルが崩壊しますと本間ゴルフの財務状態が悪化しまして、2005年に民事再生手続きの開始を申し立ててですね、ジャスダック氏から、まあ、上場廃止となりました。で、創業業者のホーマーファミリーはですね、株主から退くことになったんですね。はい。で、その後2010年に中国の家電メーカーでトップを務めていた劉建国氏がですね、ホーマーゴルフの株式 85% を取得しました。はい。で、ゴルフ愛好家でもあるその劉建国氏はですね、ホーマーゴルフの経営陣や従業員をこう会社に留めまして、まあ、会社復活に乗り出しましたね。はい。で、それで業績が回復しています。そして今月6日にケイマン諸島と同期のホーマーゴルフが、まあ、香港に上場したってわけなんですね。なるほどね。一度は衰退した日本企業が中国資本の下で復活したということなんですね。はい。はい。しかし先ほどの話では、香港に上場したホーマーゴルフと日本のホーマーゴルフは別の会社ということでしたが、一体どんな関係になっているんでしょう。はい、そうですね、ちょっと分かりにくいので図を使って説明します。はい、お願いします。はい、こちらですが、まあ、これはですね、香港に上場したホーマーゴルフの株主構成とグループ会社を示した図ですね。はい。数字を出資比率を示しています。真ん中の青い四角がですね、香港に上場したケイマン投機の本間ゴルフでして、はい。で、その上に並んでるのが、株主ですね。はい。で、筆頭株主は劉建国氏ですね、赤い四角でして、持ち株比率は 69.2% です。はい。また香港上場の複製国債ですね、黄色の四角ですが、これが 5.9% の株式を保有する大株主ですね。で、オレンジ色のその他の一般の株主は 22% です。はい。で、一方ですね、この香港に上場した本間ゴルフの下に、まあ、緑色の四角がありますが、これが日本の本間ゴルフなんですね。はい。つまり香港に上場した本間ゴルフの 100% 子会社なんですね。で、この他に香港上場の本間ゴルフの傘下には、まあ、中国本土、香港、マカオ、台湾、タイの子会社などがあります。つまり香港上場の本間ゴルフに投資するということは、日本の本間ゴルフに加えてアジア各地の本間ゴルフに投資することを意味するんですね。なるほどね。はい。はい。で、こちらはですね、香港に上場した本間ゴルフの重役ですが、はい。経営トップの当事長を務める劉建国氏は、まあ、株式会社本間ゴルフの代表取締役会長でもあります。はい。で、一方執行当時ですね、つまり執行取締役を務める伊藤康樹氏はですね、はい、株式会社本間ゴルフの代表取締役社長ですね。まあ、香港上場の本間ゴルフの中核は、日本の株式会社本間ゴルフでして、まあ、経営体制ですね、このようになってるんですね。はい。まあ、こうした体制で業績も回復しているそうですが、その中身は具体的にどうなんでしょう。はい。ですね、これはですね、2014年3月期から2016年 3月期の売上高、はい、粗利益、純利益の推移ですね。売上高はですね、増加を続けまして、2016年3月期は前年比 20.7% 増でしたね。はい。粗利益の方もこれを見ると順調に伸びてますね。うん。で、純利益の方は2015年3月期
月比に前年比で 11.2% の減益となりましたが、ちょっと赤い棒グラフが引っ込んでますよね、はい。まあ、これはですね、前の年に資産売却の利益があったんですけど、この年はなかったっていう、その違いが原因ですね。で、2016年3月期になりますと緑色の棒グラフなんですが、はい、純利益は 54.9% 増となりまして、まあ、特別利益のあった2014年3月期を上回ってますね。まあ、業績順調に伸びていますね、うん。中国資本が入ったこの影響っていうのはあったんでしょうか。はい、劉建国氏がですね、本間ゴルフの経営トップに就任した2010年から、まあ、自分の会社を通じてですね、まあ、劉建国氏の会社を通じて本間ゴルフの製品を中国本土で販売するようになったんですね、はい。で、この事業は香港上場の本間ゴルフにも受け継がれてます。で、こちらはですね、香港上場の、本間ゴルフの売上構成なんですが、はい、左側が、製品別売上構成なんですけどね、まあ、本間ゴルフの強みであるゴルフクラブがですね、はい、今でも大部分をこう占めてますね。一方右側は地域別の売上構成なんですが、これを見ますと、中国と韓国での売上高が急速に伸びていることが分かりますね。そのようですね、はい、緑が韓国で赤が中国ですね、はい。で、2016年3月期の売上構成を見ますと、日本が 53.2%、はい、で韓国が 12.6%、中国が 18.7% となります、はい。まあ、中国や韓国の成長は著しくてですね、日本での売上比率はやがて5割以下になるのではないかと思われますね。まあ、中国での販売が伸びているのは中国資本の傘下に入ったことが、ね、大きいですよね、きっと、はい。さあ、ところで中国のゴルフ用品市場なんですけれども、一体どれくらいの規模なんでしょう。はい、ですね、本間ゴルフのですね、目論見書を見ますと、はい、こちらなんですが、2015年の世界のゴルフ用品市場は小売価格ベースで118億米ドル規模、日本円に直しますと約1兆2000億円規模だったんですね、はい。で、左側の円グラフは地域別の内訳なんですが、これは2015年なんですけれど、アメリカが 37.3%、 日本が 25.1% で大部分を占めてるんですが、まあ、赤い部分の中国は 4% に過ぎません、はい。しかしですね、左側の棒グラフですね、2015年から2019年の年平均成長率予測なんですが、はい、アメリカが年率 2.3%、 日本が 2% にとどまるのに対し、中国は 8.3% に達する見込みなんですね、はい。で、韓国の方も 5.9% の成長率が見込まれてます。なるほど、はい。で、中国では所得水準の向上に従いましてゴルフ人口が増加してますね、はい。で、韓国も女子プロゴルファーのイーボミ選手の活躍などを受けまして、若者を中心にですね、ゴルフへの関心が高まってるんですね。そうですね、はい、はい。で、こうした中国や韓国で本間ゴルフは高いシェアを確保してるんですね、うん。で、これはゴルフクラブの その小売価格に基づいたそのシェアなんですが、はい、世界全体で本間ゴルフは6位でして、はい、で、高級品に限定しますと、まあ、1位なんですね。で、国別で見ますと、まあ、全てのゴルフクラブなんですが、日本では4位、韓国では5、6位あたりですね、はい。で、中国では2位です、はいはい。特に中国で2位となっているのはやっぱり中国資本の傘下にあるおかげだと考えられますね、はい。で、このようにですね、本間ゴルフはまあ高度経済成長期からですね、バブル期にかけてまあ大きく成長したんですが、まあ、バブルの崩壊とともにこう衰退しましたね、しかし、まあ、中国資本の下でですね、企業文化を守りつつ、まあ、新しい市場にですね、進出しているっていうことの状態なんですね。で、まあ、これはですね、外国資本と日本ブランドの結合がうまくいったケースとも言えるかもしれないですね。本当にそうですね、はい。で、今回のまあ香港上場っていうのは、まあ、その一理塚とも言えることでしてね、まあ、なんかもしかしたら 今後こういった似たような企業が増えていく可能性もありますね。そうですね、モデルケースとしてね、はい、はい、分かりました。今回は今月6日に香港メインボードに上場しました本間ゴルフについて詳しくお話しいただきました。それでは本日はこの辺で失礼いたします。千原さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。